お待たせしました。さあどうぞ。豆の味を感じられてます？どうしたんです？さっきから様子が変ですけど。もしかして本当はコーヒー美味しくなかったですか？でもその割には反応が微妙な気がするんですけれど、何かあるならはっきり言ってください。私なら平気です。自分の入れ方が完璧だなんて持っているわけでもないですから。コーヒーの味についてはお店の今後にも関係してくるかもしれません。忌憚のない意見をお願いします。は、はい。胸の豆？ん？うん。私、ノーブラで働いてるわけじゃありません！でもなくて、無駄なセクシーアピールもしてません！これは、コーヒー豆なんですよ！あったんだからしょうがないじゃないですか！高峰さんが乳首だと思っていたのはコーヒー豆で！コーヒー豆って言っても、比喩じゃないですよ！黒乳首のインゴとかじゃありませんからね！本当、違いますから！勘違いしないでください！ほら！ほら、ね、ね！ブラもしてますし、つけ乳首だってつけてませんよね！私だって豆が服の中に入ったことには気づいてたんですよ。でも、後でいいかって、まさか、あんな、乳首っぽいアピールをしてるなんて思ってなかったから！本当に勘違いしないでください！そもそも私の乳首はそんな黒くありません！程よいピンクです！コーヒー豆ぐらい黒い乳首だと遊んでるとか、そういうイメージで乙女の名誉に傷がつくような気がするじゃないですか！正直どっちもどっちですけれど、でも、遊んでるとか、そんな風に妙な誤解を招きたくありません。なんか騒がしいな。どうかしたの？先輩、女子の着替え終わりましたよ。昴生君も早く着替えちゃいなよ。あ、何事？うやまあ、ずいぶんと大胆な。昴生君と神田さんって、そういう関係だったの？何？レッツ筆下ろし？席外す？しませんよ！変なことを言わないでください！言わせたのはそっちだと思うんだけど。これはあくまで乙女の名誉のためですから！こんな場所でおっぱい丸出しさせる名誉？乙女の世界って怖い！丸出しにはしてません！